はい、こんにちは。心理学をもっと身近に、学術系コンサルティングのセカンダリー、おそまいでございます。コート K ですいません。ちょっと、外行ってまして、今日は大学とかじゃなくて、とある企業さんにちょっとミーティングに行ってたんですけど、そこから帰ってきて、部屋がまだ温まってないので、風邪ひいたりとかしてもですね、個別指導講座とか予約してくださってる皆さんに迷惑かけちゃうかなと思って コート着たまま収録してます。すいません。今日はですね、ビズサイコライフっていう3カテゴリーで動画をお送りしてますけど、今日はサイコの中でも、心理学概論勉強会、の内容一部、ご紹介、でございます。で、今日はですね、社会的、手抜き、ということで、社会心理学の中の、ソーシャルインフルエンス、社会的影響とか言うんですかね、日本語だと、の中の代表的な概念の一つですね。このソーシャルインフルエンスの中だと、社会的促進、社会的手抜き、社会的怠惰だとも言いますかね、と、あと、傍観者効果、この3つがですね、もう代表的な、概念、です。各種試験対策、公認心理試験、臨床心理試験、大学院入試、あとは心理学検定とか公務員もかな、なんかでは、社会心理学分野では特に、品質される、概念ですので、しっかりと押さえておきましょう。今日もですね、弊社の、メンバーに、スタッフに、僕が心理学概論勉強会の中で、使用している、スライドを使ってですね、説明をしてもらったので、そちらをご覧ください。どうぞ。はい、こんにちは。心理学をもっと身近に、学術系コンサルティングのセカンダリー、内間でございます。この動画は弊社の心理学概論勉強会という講座の内容を毎回5分程度で少しずつお話しするものです。公認心理師試験、臨床心理師試験、大学院入試、それから心理学検定や公務員試験などですね。心理学の各種試験の対策や教養のためにお役立てください。はい、よろしくお願いいたします。さて、今回は社会的手抜きについてお話ししていきます。はい、社会的手抜きとは、集団で、共同作業を行うとき、